国際児童年協調金チャリティーショーとして吾妻ライオンズクラブの主催で行われております全日本女子プロレス、吾妻ライオンズクラブの愛嬌進む会長より吾妻福祉事務所長の梅山哲夫さんに、金一封の贈呈がございました。また全日本女子プロレスよりジャッキー佐藤を通じまして同じく梅山哲夫吾妻福祉事務所長の方に金一封の贈呈があったわけであります。さて試合が始まりましたがもう大変なことになりました。いきなり送られた花束を使った反則攻撃があります。めちゃくちゃですね。レイラニカイが登場しております。ナンシー君とレイラニカイの30分一本勝負。ナンシーが抗議。橋本さん、女性の神経でね、ああいったあの綺麗な花を使ってね、あっという間に花びらを散らすとできるもんなんですかね。できないですよ、ねえ。しかも花の美しいハワイで育ってるんですからね、この人は、思い切ったことをやるもんですね。あんな綺麗な花をね、はい、花を使わなくたってこれだけのテクニックとそれから体力を持っておりますレイラニカイであります。堂々と一つリング上試合をしてもらいたいもんです。佐藤さん、はい、レイラニカイとにかく大変な選手ですね。そうですね、外人側ではこの選手が台風の目みたいですね。はい、ハワイで今大変な人気だそうであります。どうですか、体はどのくらいありますかね、橋本さん。はい、身長165センチ、はい、体重65キロぐらいですか。65キロ。しかしあの65キロなんていう感じありませんよね。ひょっとしたらもう70キロを、ね、海に超えているような感じであります。さあ試合が始まっておりますが何かあのレフリーとですね、はい、今 NWA の、団長閣のムーラーが今相談をしておりました。この辺は心配であります。リング上はレイラニカイがまず主導権を取るかあるいはナンシーが反撃するか面白くなってまいりました。さあ大きな体が向こうにすっ飛んでナンシーに行くか。ナンシーも負けておりません。ナンシーも怪力の持ちにしてあります。さあカウントが入る。遅い遅い、ちょっとカウントが遅いですね。あっと後ろからちょっと足を引っ張っている。ご覧ください、外人選手が2人やってまいりました。1人はムーラであります。これはどうしようもないんですけどもね、あるいはジョイス・グレーブル、こういったところがやってまいりまして文字通り日本選手の足を引っ張っております。あっと体が大きいだけに一つ一つの技にも迫力があります。レイラニカイ、さあどうするんでしょうか。あっと、交わしております。なかなか迫力がありました。さあ今度はナンシーが先手を取った。キック攻撃であります。レイラニカイも負けておりません。佐藤さん、はい、この両者のまあ力と力ね、非常に迫力があるんですけども、はい、この一戦どういうふうにご覧になってますか。そうですね、あの今おっしゃったように力と力だと思いますね、はい、そういう意味でもあのこれは西米の力の勝負だと思うんです。で怖いのはですね、レイラニカイの、 あのやはりラフですね、男性レスラーとですね、混じって向こうでは練習してるそうなんですよ。あ、そうですか。だから、全然その向こう行くっていった点ではですね、全然こう女性以上のもんを持ってたんですね。いやしかしすごい迫力であります。ちょっとカウントが早い。お客様もよく分かっております。レフリーに対しましてもうちょっと抗議しております。どうもあの今日のこのレフリーは信頼できそうにありません。今日は中之条の福島町長もリングサイド放送席で観戦中でありますが、
福島町長、やはりあの格闘競技でレフェリーというのは絶対の権限を持ってましてね、しかしこういったあのやや音引き的なね動きがありますと面白くありませんですね。全くもう見てらんないですね。はい、今日はミス吾妻の小野木宏恵さんもね息を呑んで観戦中でありますが、それにしてもちょっとレフェリーがひどいという感じがしますでしょう。そうですね、もう悔しいですよね。はい、もし力があってねレスリングができれば今からでもあの飛び込んでいきたいようなねそんな気があるいは小池さんしているかも分かりません。さあ場外乱闘から今さっとリング上に登場いたしましたのは一足早くナンシー久美、そして今レイラン会が登場しました。何か持ってるんですかレイラン会は。そうじゃなくて手を伸ばしてるわけですね。なるほど、握手をしようと仲直りしようと、そんなのをしかしまともに信じたら大変なことになりますよ。あれあれレフリーまで行ってますね、うん、さあまた力比べになりました。手をつけあります。完全にしかしこの辺はランシーが負けている。ご覧ください、この平安会の表情。そして今度は足を飛ばしました。ナンシーがこんなにね簡単に決められるとは相当な力持ちですね。怪力では誰にも負けないと豪語しておりましたナンシー組でありますが、ハワイのね力持ちレイラニ会にはちょっと歯が立ちそうにありません。あっとやった、なるほど、反撃しておりましたナンシー、ようやく力を見せつけました。今度は腕を攻めております。いい方法ですよこの腕攻め。そうでしょうね、はい、力自慢ですからねレイラン君、しかも右を攻めております。あれ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 、何ですかこれは。佐藤さん何て言ってるんですか。勝負だって言うんですよね。いやそうですかね、この間の後ろから羽がいじめという感じであります。ミスミスとね反撃のきっかけを与えてしまいました。せっかくランチ有利な体勢だったんですが、しかもちょっと見てください橋本さん、ムーラーと今ねレフリーと何事か相談してますよ。あ、ムーラーじゃないかね、グライブですね。とにかく NWA から派遣されて日本にやってまいりましたロニー・ウェインでありますが、完全にアメリカ側であります。もうはっきりとしております。どうなんでしょうね、あの日本の例えばあの、審判部長の何か判断判定でですね、もう少し日本のレフリーを数多く使ったらね、レフリー変えることできないんですか。不思議な感じがしますがね。まあ今度は日米対抗戦であります。わざわざ NWA から派遣されてきたレフリーであります。もう少し公正にやってもらいたいですね。ゆっくりゆっくり反則のカウントを取っております。さあナンシーが行きました。さあ買い上げた、どうですかボディースラム上から行った、早くこうこれじゃあねお客様怒っております。さあ今度はナンシーどうするか。あっとこれはダメだ、空振り空振り、いやー空振りでした。レイラン会は場外、ナンシーも場外へ、2人とも場外であります。さあ場外なんとは持ち込みますか、レイラン会が行った、ナンシーやられました。壮絶な試合になりました。しかしレイラン会にはレフリーがついている。そしてムーラーが行った、ムーラーも行きました。どうしようもありません、もうどうしようもありません。いや日本の選手も行ってるんですけども手が出ないという感じ。あー今度はランチが上がった、やれやれやりましたやりました。レイラン会、いや
や椅子の中に転倒、今度はおっと、いやいやいや、男子を怒っている、当然であります。あ、怒ってますね。相当に今低段階に叩きつけられました。おっと、ナンシーと今度はレフリー、何事か激しく言い合っております。さあナンシー行きました、レフリーが場外に落ちました。さあここはチャンスであります。あっとまた場外に流れました。レフリーも場外へ、レフリーも場外へ。さあレフリーが今場外に逃れておりますが、どうしたんですか佐藤さん。両者リングアウトみたいなんですね。あの、両方ともですね、両方ともリングアウトを取ったわけ、カウントアウトなんですね。あらあら、そうですか、何が何だかわからないうちに試合が終わっちゃいましたね。両者場外カウントアウトと、もうサッカーのレフリーがカウントを取っちゃったんでしょうが、佐藤さん、そんなことは早すぎませんか。ねえ、そうですね、あの結局ナンシーの深追いしすぎという感じでしたね。あ、どうも納得できません、どうも納得できません。ムーラーが今平覧会の右手を高く上げておりますが、お客様が納得しておりません。何が何だかわからなかったですね今のはね、非常に後味の悪い試合と申し上げておきましょう。